今日は日本にタクシーが誕生して100年目にあたるタクシーの日です。これを記念して都内の観光ガイドを行う東京観光タクシーの出発式が開かれました。あなたを東京観光タクシードライバーとして認定する、おめでとうございます。金メダル。今日の出発式は100年前の8月5日、日本で初めてのタクシー会社、タクシー自動車株式会社が設立された生誕の地である有楽町で開かれました。東京観光タクシーは都内のおよそ100人のドライバーが認定を受け、国土交通省による街案内の講習を受けることが義務付けられています。これから観光はやっぱりもう家族単位で、友達単位で、この選ばれし100人の精鋭たちと一緒に楽しい思い出を作ってもらう。その他会場には日本のタクシー第1号の車両 T 型フォードをあしらった氷の彫刻も展示されました。東京常用旅客自動車協会では今年度中にさらに観光タクシーを増やしていきたいと話しています。